皆さん、こんばんは。今日は2022年11月21日、月曜日です。今日のテーマはですね、いや、ちょっと重いんですよ。私はあまり言いたくない内容ではあるんですが、でもね、これも中国の真実であって、まあ、ニュースもありますし、やはり報告しないといけない。そういうふうに思いますし、 こういう話題となってくるとですね、私の気持ちがどうしても、あの、ちょっと怒る気味になってしまうんですね。あの、なので、できるだけ、あの、落ち着いて話をしたいと思いますし、そして皆さんのことを考えて、あの、できるだけですね、優しい言葉を遠回ししてですね、表現したいと思います。まあ、今日のテーマですが、自称世界一。 中国ですね。安全の国家であり、中国の社会の裏について。中国ではですね、最近、ある学生さんが行方不明となって話題となっています。そして、動画の最後ですが、大の政府の募集について話をしたいと思います。 この方はですね、厚生省の上場市にある15歳の男の子ですが、高校1年生ですね。この高校は住み込みの学校であって、敷地内で高校生活を送っていくという意味ですが、この方は身長173ですね。そして11月14日、夕方の5時50分ほどですね、えー リオのビルから出ようと、正門に向かっていく姿ですね。えー、監視カメラに撮られました。まあ、しかし、この通路の向かいにあるのが、リオの正門である、まあ、正門にはですね、まだ監視カメラがあるんですよ。まあ、しかしですね、この場所と正門の間に監視カメラはないんですね。この学生さんは、この間で行方不明となったんですよ。 まあ、寮から出たとは言えませんので、でも寮にはいない状態ですね。夜11時過ぎ、学校が探しても見つからなくて、ご両親に連絡をしました。学生はもういないですし、でも寮には彼の荷物、財布、お金、授業に必要なもの、そして生活に必要な 生活用品ですね。すべて寮にあるということですので、これで彼は逃出するつもりはないよねと判断できます。しかし、行方不明となっていくら探しても学校の下水とかトイレなどなど、すべての場所を探しても姿はないんですね。お母さんは当然ですが、この結果に対して納得はしないんですね。これで自分の SNS で状況を発信しました。 あのですね、今は結果ないんですが、このようなことはですね、非常に多いんですよ。中国は、まあ、大国ですね。政府はよく自慢しますし、でも、まあ、失踪と言いますが、あるいは、行方不明になる人はですね、その数は絶対に公開しないですね。まあ,ある組織があるんですが、中国社会救助、 研究員っていう民間の組織ではあるんですが、責任者はいないですね。まあ、大きなグループチャットみたいなものですね。行方不明になっている方は、そこに、あの、まあ、その方ですね、の情報を登録できるんですよ。お父さんお母さんとか。 できるだけ詳しい情報を搭載します。載せますので、そこで優しい方とか、あるいは、ま、気になる方ですね。例えば自分のことはですね、売買されているのではないかと。つまり自分は大人になって、やはりそういう不信感ですね。あるいは気づいてきて、そういう方はですね、感じてきて、そこで自分の情報を探すとか。 ま、これで多くの方は親子の関係ですね、復活はできました。例えば十数年ぶりとか、あるいは数十年ぶりに会うことができましたけれども、この組織の統計では、2016年行方不明ですね、394万人です。 2017年は260万人でした。2018年は199万人でした。2019年は177万人でした。2020年100万人でした。平均ですね、毎年200万人超えるんですよ。あの、消えるという意味ですが。まあ、この統計はですね、まあ、喪失だと表現されていますので、まあ、この言葉はですね、喪失っていう、ま、像詞ですが、中国語ですが、この言葉は使用してはいいんですよ。 まあ意味としては家から出ていたんですね。でも帰ることはできませんでした。まあ、はぐれるという意味ですが。なので家での可能性もあるんですが、あるいは帰りたいんですが、道に迷ってしまった可能性もあります。そして中部ではですね、失踪という単語ですね、使用することはできません。まあ行方不明という意味ではあるんですが、そこでは拉致という意味もあるんですけれども、 2020年、コロナ禍にですね、成人は63%を占めています、まあ。子供、あるいは未成年の方ですね、74%を占めています。お年寄りは29%を占めています。この組織のおかげで、多くのお年寄りはですね、家に帰ることはできましたか、まあ。ちなみにですね、このような組織、あるいはグループチャットっていうものですね、各地域にもあるんですよ。 現在この組織のところに登録されている個人情報ですね。1000万人以上ですね。 一番直近ですが、中国政府として認めた数値はですね、2012年でした。2012年ですね、20万人子供さんを探している親がいてるよというふうに報道されましたが。まあ現在ですね、予測ではあるんですが、60万人以上でしょうと言われています。まあ、当然ですが、中国の警察も探しているんですが、あんまり良い情報はないのが今の真実ではあるんですが。 あの、まあ、消えた方になってですね、一番多いのは、まあ、売買されたですね。あるいは拉致と言いますが、まあ、これは子供さんだけでもないんですよ。女性だけでもないんですね。政治の男性が一番多いんですよ。例えば、騙されたりとか、無理やり連れて行かれて、そういう高さんとか、あるいは、まあ、中国では連ガ 赤いレンガ使うので、レンガとか7のところに行ってもらって、そこで働いてもらおうと。やはり危険ですので、いつ消えてもおかしくないんですね。そういう仕事は。なので、どれのように働くんですね。 次は女性ですね。で、まあ今年もそうですが、去年の年末から話をしましたけれども、まあ鉄の知恵のお母さんですね。まあこのお母さんの話について話をしましたが、まあこれはこれでしょうっていうのがあるんですけれども、まあ私はそう思いますけれども、同じ人物でしょうと言いますが、でもね、今はもう全くもうね、もう消えましたけれども。まあかってですね、あの、奥さんになってもらうんですよ。まあそこで子供を作るとか。 それから、あの、売買、あるいはタ売、することもできるんですね。なので、まあ、一つの資産として取引されていました。最後ですね、子供なんですよ。あの、自分が、やはり子供が欲しいですね。そうすると、子供を買って、自分の子供になってもらう。これが一番運がいいんですよ。まあ、大体ですね、まあ、工事機になってもらうのが多いんですね。やはり工事機でしたら、 悲惨な姿が必要ですね。やはりかわいそうっていうイメージが大事ですので、できればそういう衝撃的なイメージが必要ですね。なので、大体ですが、まあ、障害者になってもらうんですね。まあ、子供ですので、体が柔らかいんですね。まあ、そこで手とか足とか腕とかね、あの、変形するんですよ。まあ、変形固定してですね、もう本当にもう足が首の裏にあ,あるとか、頭の上にあったりとかするんですよね。 なので、都会に行って、駅の前とかで、あのそこで、拘置機とかなってもらって、お金を取るんですね。あのそういう、まあ、みんなかわいそうということで、お金を渡すんですねあの。それが結構多いんですね。まあ、皆さんは多分、中国に来られてあの、経験したことはあるでしょうかと思いますけれども。まあ、次はですね、 はぐれることなんですね。つまり家から出て行きましたが、でも借りたいです。でも借り道は忘れてしまいました。この部分はですね、多いんですよ。まあ大体ですね、見つかります。また多くの若い子はですね、家でするんですよ。まあこれは多いとは言いません。まだ稀に聞く話ですが、まあそれも稀に聞くというのはバレてしまったから聞こえるんですね。 そこで働いて、例えば、レンとか、鉱山とかもそうですが、まあ、働いて、怪我をしましたと。まあ、経営者としては、やはり賠償金を払いたくないです。あるいは、医療もですね、高いですので、保険もありませんし、あの、面倒を見たくないんですね。そこで消すんですよね。まあここはですね、あの、まあ、事件、まあ、刑事的な事件になってしまうので、まあ、これは、あの、あるんですよ。 まあ、以上とは関係ないんですけれども、まあ、最近この話題となっているのがですね、まあ、人間のですね、あのまあ、体の一部ではあるんですが、そういう、ね、部品の売買ですね。まあ、私は部品というふうに表現しますけれども、あのご了承お願いします。なので、これからちょっとね、そういう話になってくるので、あのちょっとちょっとね、まあ、厳しいんですが。 で、この売買が一番多いんですよね。で、私はメンバー限定の動画で数ヶ月ですね、台湾の方とか、香港の方をターゲットにして、まあ大体ですね、ミャンマーとか多いんですよ。東南アジアと言いますが、ミャンマーに行ってもらって、そこにですね、中国の業者はそこにいるんですよね。まあ部品を取るんですね。まあそれはですね、ビジネスなんですね。 まあ今まではその子供が欲しいとか、あるいは男性が多いから結婚が難しい。やはり女性が少ないからですね。人工的に。結婚が難しいから、そういうね、あの場合もあるんですけれども、まあこれは別の話になって、まあ、今回はですね、ちょっとこういう部品の話ですので。 まあしかしですが、中国政府としては、そういうまあ行方不明でにあって、あの通報を受けても全く探そうとしない、あるいは気にしないのが基本ですね。まあ、中国政府は気にしないからメディアも報道しないです。そして、失踪と言いますが、の話については全く投機もされないですし、みんな知らない顔ですね。 簡単に言えば、農村部では、牛一匹ですね、盗まれました。そこで通報して、あの、探してくれる可能性は高いんですよ。でも、子供とか、あるいは人間でしたら、あの、通報しても探してくれないのが普通なんですね。例えば、今年ですね、ピッキーのお父さんの話について、私は何回か話をしましたけれども、そのお父さんは全国で自分の子供を探していたんですね。 ま、警察に通報しても立件してくれません。まあ、言えてでしょうと判断されましたし、駅員、まあ、駅のホーム内で消えたんですよ。なのでお父さんは駅員にお願いして、監視カメラあちこちにあるでしょうと、動画を確認したいですと。でも中国の鉄道局ですね。まあ、国営企業ですが、監視カメラは、 君のために設置したものではありませんと、まあ。ちなみに人を探す道具でもないというふうに言いました。全く動いてくれませんでした。そして自分の子供さんはですね、しばらくの間、あの、電話して通じたんですよ。あの、なるだけで、でも誰も出ないんですね。そこで通信会社にお願いして、GPS の位置情報とか、あるいは子供の通話記録を調べたいですよと、でも拒否されました。 そして、しばらくの間ですね、子供さんのカードのその ATM からですね、お金を下ろされているっていうのもあるので、まあ、銀行に行って ATM の防犯カメラの確認をしたいですとお願いしても、銀行側は拒否しました。まあ、これでわかるのはですね、中国の国営企業といいますが、国民のものではないんですね。現在の世論では PCR 検査を受けないと、まあ、外出、 禁止システムできるんですね。そういう禁止にシステムっていうものを持ってるのですが、例えば誰々が陽性になったり、あるいは誰々が濃厚接触者になったり、あるいは誰々が中濃厚接触者になったりとか、その人の行動はすべて公開されますね。例えば何時何分どこで何をしたでしょうかそれから何時何分何に乗ってマイカーなのか バスなのか、地下鉄なのか、乗ってどこまで移動したでしょうか。全部追跡できるんですよ。でも学校ではこの学生さんはね、もう消えたので、探してもないよと言えるでしょうかと、やはり政府の言うことはみんな信じないんですね。まあ、ここではですね、時空関係者と言いますが、まあ、時間と空間を同時に関連したものを一つのデータにまとめるっていう意味ですね。これは AI で、まあ、関係者をですね、探して、まあ、そこで隔離とか外出禁止にするとか、まあ、このシステムですね、制度の自慢ですね。まあ、今は全国でやっていますので、一つの記事局があって、この記事局ですね、の中には、まだ設定できるんですけれども、 これはですね、800メーターという意味ですので、例えば A さんが800メーターのところで、例えばここで、A さんはここで行動しました。この800メーターの範囲内で出現したと言いますが、の人間ですね、の人間の情報、その人の情報、追跡はできるんですよ。みんな、あの、一応ですね、純濃厚接触者になるので、 外出禁止にしようっていうのがゼロ感染者の施策の内容ではあるんですけども。やはりこれを実現できるにはですね、かなり強いハードウェアとか、あるいはビッグデータの設備がないとできません。そして、そういう、まあ、ソフトもそうですが、EI もそうですが、スーパーコンピューターもそうですし。例えば、制度の都市は1500万人超えるんですよ、人口ですね。 家うとの情報も同時に把握できるには、やはり本当にすごい施設ですね。あの、まあ、技術とか設備が必要ですね。全国で推進されて、やはりそういう機能が、設備が大事ですね。この機能とはですね、政府に対して、そういう批判する人を見つけるために使ったんですよ。行方不明になった人を探すシステムではないんですね。まあ、現在、 社会の世論としては健康診断しない方がいいんですね。もし万が一、党の偉い人に見つけられると、まあ部品の提供者になってしまう可能性はあるので、そしてタバコも吸おうと、お酒も飲もうよというね、コメント多いんですが、やはりそこでタバコも吸うし、お酒も飲むし、それで気に入られることはないんですね。やはり汚い体になってしまうので、まあ、ある意味自分を守るためでもあるんですけれども、 まだ失踪人口のことを気にしない方へ、今は君は気にしないよね。次は君の番ですよ。というのがあるんですよ。そして、気づいたが、今の街にはですね、中国の街には不労者はいないんです。まあ、これでわかるのはですね、自称世界一安全の中国には、未だに人の売買はするし、そして、人のですね、あの、からの一部ではあるんですが、そういう部品の売買もあるんですよ。 現在、中国の国営病院には、そういう部品の移動、移植をですね、待つ人はですね、30万人だと中国政府が報道してあるんですよ。まあ、中国政府として、あの、死刑犯と言いますが、死刑囚と言いますが、なった人の部品を使うよと言っているんですが、まあ、これはですね、はっきり言えば、息をしているうちに取るものを取っていくという意味ではあるんですが、 取れるものを取っていくんですよね。まあ、これはですね、秘密ではないんですよ。まあ、中国人でしたら誰でもしてるでしょうと思うんですが、これは、あの、知らないふりするのか、あるいは認めたくないのか、それはね、思うんですけども、中国人でしたら絶対してるはずなんですよ。でも、中国政府は2005年になって、やっと認めたんですよね。 世界衛星機関 w 1 o の大会でヨーロッパ側の学者が中国のことを批判したんですよ。ここで中国の衛星代表が発言しました。我々中国の部員の移植ですが95%死刑囚からですよとはっきり説明しましたね。残りの5%は個人の希望ですよと言いました。その後批判が続いて 2015年になって、我々は死刑囚の部品ですね、使用しませんよと宣言しました。当然ですが、これはそうですよ。今でも続いているので。まあ、ちなみにですね、あの、まあ、まだ話をしますけれども、後日に。で、2022年6月に発表したんですが、2020年の1年間の部品移植ですね、の件数は1万1800 97件でした。これは中国政府が発表した数字ですね。うちの約522件は寄付ですよと。つまり自分は亡くなって部品はとってもいいですよ。事前にサインしました。契約したという意味ではあるんですが、つまり残りの約1万件ですね。あの、の手術は寄付ではないということですね。ここで部品の中介業者が登場します。やはり需要と供給があって、 利益は絶対出てくるんですね。利益が出てくると商売人、あるいは仲介人が出てくるわけですね。まあ、仲介人っていうのは病院の患者さんと部品の提供者とお医者さんの間で活動している人間ですね。まあ、部品の提供者、まあドナーと言いますけれども、今まで健康診断を受けてきた方、そして部品を使えるよねと判断された方ですね。2020年、 ん、だけですね。1万2000件の取引があったんですよ。もうこれは中国で公開されている値段はオープンではあるんですが、例えば河南省の衛生局と市場監督局ですね。一応マーケットあるんですよ。政府として。これは市場ですからね。市場の監督局が 指導価格を公開してあるんですけれども、去年ですね、部品寄付指導価格。これもおかしいんですが、寄付なのに指導価格おかしいんですよね。寄付でしたら、本来はね、お金はおかしいんですよね。なので、寄付指導価格だと言うんですけれども、これは倍、倍の価格ですよ。ここで書かれて,書かれてあるんですけれども、 政治の肝臓は26万件ですね。510万円です。一つですね。そして、肝臓の左側は10万件。右は15万件。そして、まあ、政治のですね、そういう腎臓ですね。二つは23万件。腎臓一つは16万件です。そして、あの、心ですね。あの、心は安いんですよ。10万件です。本当に安いんですね。びっくりしました。 そして、肺は8万件です。まあ、角膜と言いますが、一つは1万件、二つは2万件です。あの、まあ、蝶もあるんですけれども、まあ。このような金額はですね、公開されているんですが、多くのお金は仲介業者が取ったんですよ。内部の情報ではですね、まあ、肝臓でしたら、約半分ほどですね、まあ、15万件と取引されて、 まあ、提供する方は、2二点5万元しか受け取っていないですね。約50万円ぐらいしか受け取れないんですよ。やはり、そういう代金ですね。あの、やはり、作業員もいるので、集介業者もね、動くので、そういうね、あるんですけども。例えば、数年前ですね、動画で何回か話をしましたが、iPhone のために、自分の、まあ、ね、あの、人、そうですね、一つを売ったお兄ちゃんがいてるんですよ。 まあ高校中退して17歳のお兄ちゃんですね。社会に出てやはり iPhone が欲しいです。えー、そういうのがありますね。みんな持っているし、そして彼女ね、釣るにはやはり iPhone がないと厳しいと。まあ部品の一つを売って念願の iPhone と iPad とノートパソコンを手に入れたんですよ。まあこのノートパソコンというのは Apple のノートパソコンではないと思いますが、そこまでのお金は売れないと思いますので、 そして体重はですね、90キロから一気に60キロになったんですよ。親が心配して病院に連れていたんですよ。そこで判明されました。そこでね、もう、もう今、まあ、それから話題となったんですので、親がやはりバラしますので、これはダメでしょうっていうのがあったんですね。まあ、応募方法といいますが、ネットでもできますし、公衆トイレでの、まあ、そういう電話でですね、書かれてあるもので、そこも、 応募は可能ですね。ただし多くのはですね、農民の出稼ぎ労働者の若い子ですね。やはり農業をやってきて、体力はあるんですよ。農業をしますので。それから都会から、まあ、あの、離れて、そこで暮らしをしていて、健康的なイメージもあるんですね。そして、田舎の、まあ、農村部ですが、若い子は騙しやすいんですよ。まあ、部品一つ売って、そして、ここで商売できるよね、と。 希望があってですね、やはり都会でご来所していきたい、あるいは経営者になりますっていう夢ですね。まあ、部品一つ売って実現できるよねという性能もあると思いますので、それでやはりね、やる人いるんですけれども。まだオーナーを利用して農民を騙すこともあるんですよ。例えば SNS で知り合って、まあ、どこで打ち合わせして、あるいはデートをしてですね、変な飲み物を飲んで、 あの、やはりですね、飲んでから寝るんですよ。起きると目が朦朧となってしまって、もうはっきり見えないですね。あの、それはね、もう捉れたという意味ですね。まあ、角膜。まもう角膜ですね。あるいは目が覚めて、もうね、体の腰のところにちょっとね、あの、入って、あれ、ヘドの部品が消えたよねと、まあ、ちゃんと塗ってはあるんですけれども、そこで気づくんですよ。 あの、大体ですね、通報しても事件にはなりませんので、これは。あの、事件ではないので。まだ、こうなっても通報しないよねっていう選択する人が多いんですよ。そしてですね、今年8月、生徒にあるお店がですね、店舗が、やはりコロナの影響で空になったんですよ。オーナーさんが久しぶりに入って、十数人のものですね、発見したんですよ。で、通報しました。 あの、部品の売買に使われたでしょうと言われていますが、このニュースは今は、あの、もう削除されていますけれども。まあ、つまり、中国政府は分かってるんですよ。あの、行方不明となって探す意味はないですし、探す意味がないから探さないですね。例えば、これも中国の、まあ、去年の話ですが、高層所のお医者さんですね。医者がですね、移植の腕が良いよねと反評価されて、暗記書に移動したんですよ。 改造した救急車で手術はできるんですね。この人は高想症での活動は自由にできるんですが、やはり死をまたいで暗記症でやってしまって逮捕されましたね。2021年4月、判決を降りて、この医者さんはですね、有,有罪判決を出されて、懲役1年間です。ルーダーと言いますが、ルーさんですね。53歳です。南紀の医科大学の博士ですね。そして、 高層省人民病院の名医です。ちなみに南紀の伊科大学のもう有名ですね。しかも博士です。まあ彼の発言でまたみんなびっくりしました。私は違法なことをやっていませんよと。医療関係者として組織にそういう指導にあの従っているだけですよと。そして暗記書の最高さに提訴したんですよ。つまり認めないんですよ。今はもう結果は全くないですし、 そしてニュースも出て、ニュースはあるんですけれども、でも結果はないんですよ。この博士の話では、あの病院と地方政府も参加してるから、まあ、組織というふうに表現されましたね。これではこのはですね、中国政府は自称世界一安全ですよと言うんですけれども、まあ、理由としては、社会の治安を守るために、そういう投資ですね、軍事費用を超えたんですよ。 結果としては、我々は自分の SNS で習近平のことを批判すると、まあ、大体ですね、2時間以内逮捕されてしまうんですよ。まあ、誰がどこで何をしてるのか全て把握できますので。でもですね、行方不明になった方を探すことはないんですよ。そして部品を売買する人、あるいは仲介人を探すこともしないんですよ。まあ、これは自分の仲間だから探さないんですけれども、 つまり、被害者かどうかは関係ないですね。政府に対して批判してはいけませんよっていうシステムを作ってるんですよ。これはですね、次の話題でもないんですけども、代理の政府ですね、68名、個人データの情報入力員の方ですね、68名募集しますと。条件の一つを見てみんなびっくりしました。以下の内容に当てはめる方ですね、応募、 するなよと言いました一つは、犯罪、経歴ある方。これは理解できますので。そして、返済不履行銀行、機構のブラックリストに載せられた方。これは理解できます。次は3からですね。外国へ留学経験のある方。4、外国にいて仕事をしたことがある方。5、2世帯以内、親族の中ですね。外国に定住してる方。 わだめですよと。例えば、A さんは、その、親ですね。あるいは、親のご両親。つまり、おじいちゃん、おばあちゃん、などとですね。そして、中には、香港、マカオと台湾を含みますよと。これはですね、話題になった企画としては、やはり政府として、久しぶりに、社会から人を、まあ、募集するということですので、みんな期待していますよね。まあ、しかし、この内容を見て、みんなびっくりしました。 あの、内容としては、やはり、留学生はダメになったんですよね、と。まあ、留学生は人災ではなくなったんですよね、この時代ですよね、という世論が、あの、やはり多いんですけれども、実は違うんですよ。これはですね、中国の政治的な審査だと言えますので、これはですね、文化大革命を経験しないとわからないと思うんですよ。まあ、中国では、身分証明書と戸籍以外に、 当案というものがあるんですよ。一つににつき一つの紙袋ですね。この紙袋には個人の情報を記載されています。そして中の中身ですね。個人は見えることはできません。個人情報以外に出資の資料が記載されています。例えば、おじいちゃんが地主でした。お兄ちゃんは商売人です。親戚は誰々が海外に定住しているとか。 あるいは誰々が国民党だったとか、あるいはお兄ちゃんが帰国者でしたとか、そういう人間ですね。つまりそういう情報ですね。個人情報以外に家庭の出身とか、社会の関係とか、人脈の背景などなど記録されています。これはですね、政治的な審査とはですね、この人の出身、家庭の村を調べるんですよ。審査する。党として信用できるかどうか審査していくんですね。 例えば、出国した人間ですね。例えば、留学生でしたら、視野が広いんですよ。やはり信用できないんですね。まあ、原因としては、中国政府はそういう嘘をいっぱいついてきましたし、国内にいるとですね、嘘がバレませんので、でも海外に行くとですね、中国の嘘は大体、中国政府がついた嘘ですね、大体バレるんですよ。これで、親戚に外国に定住する人も、 怖いんですよ。いりません。やはり信用できないっていう意味ですので、まあ、中国政府はですね、国民のことを二つの派に分かれているんですね。分けていますので、一つはコントロールできる人間ですね。二つはコントロールできない人間ですね。まあ、ここで外国に行ったことがないから、まあ、出国したことがある人と比べて信用はできるという意味なんですよ。でも当然ですが、 外国に留学して帰ってきました。これでも中国政府のことが大好きな人もいるんですよ。でも中国政府にすればそれが判断ができませんので、やはりリスクがあるよねと判断していりませんと。まあ、つまりリスクがあるならいらないんですね。つまりこれは差別なんですよ。文化大革命の時代でしたが、外国からの手紙を7度ですね、受け取ったことがある方ですね、叩かれました。 まあ、うちもそうでしたけれども、まあ、子供がですね、学校に行くことができませんでした。その子を修正されて、大学への入学は禁止されていたんですよ。そういう時代があったんですよ。まあ、時代的に、あの、うちも経験したんですけれども、本当にですね、これは差別なんですけれども、でも、中国政府としては、自分の組織の清潔さ、あるいは中身、やはり信用的な人間しか入れられませんよっていう意味ではあるので、 ま、これが中国社会の真実ではありますけれども。またですね、あの、中国の社会について皆さんに報告します。この動画はここまでしたいと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。